どうもレンジです。今回なんですけど、蒲田ミスジコラボがついに登場ってことで、こちら無料文や、第2弾第3弾なんかのキャラもね、紹介していきたいと思います。もうこの見るからにねセクシーなね、もう女王様と兄ちゃんもめちゃめちゃ可愛い、もう星すぎる。本当に今回のコラボでね、なんとねすごくお得なねおまけなんかもあるんですよ。そして今日レンジがホワイトニングしてきて歯がねめちゃくちゃ痛いので、ちょっと喋り方がちょっとやばかったり聞き取りづらかったら本当申し訳ございません。ご了承くださいという形で本当にねこんな感じになっちゃう喋り方で、これね早速見ていきたいと思います。あ、めっちゃいて。血の女王 SSR 衣装の、ね、女太鼓、おもちゃ職人の SSR 衣装、ペーパーウィングが期間限定でショップに登場。どちらの衣装もエコーでのみ購入。今回も、まあ、エコーゲンになってしまいますね。最近のコラボはちょっとエコーゲンが多いですね。うん。で、これね、いつも通り1388エコーで、初週のみね、安定の1178エコーの 15% オフとなっております。期間が1月18日からメンテナンス後の2月8日までになっておりますので、こちらのね販売期間ほんと注意していきましょう。まあお年玉ある方なんかはね買いやすいのかな、初週セールで。で初週セールは1月25日までになっておりますと。はい、こちらねどちらの衣装も値段が一緒なんだね。うんうんうん。いやこれはねちょっと嬉しいね。なんかマリの方が高そうに見えたんですけど、まあ、SSR だからかな。はい、このように、1178エコーなんで、左下の840エコーと右上の400エコーで買えば、まあ、一応、2400円では買えるかな。で、まあもう本当にお得に買いたいって方はね、右下の 15,800JPY か、最近ね、エコーチャージセンターっていうのが出たんで、まあ、ちょっとそれについてはまた動画にするんですが、そちらでもね、チャージしたりするとお得になったりもします。はい。いや、本当に、今回の、もうね、この、蒲田ミスジコラボは第1弾から第3弾までね今予定されているのかな。うん、なんでまあ一応復刻はあると思うんですけど、はい、もうこれはね欲しいって方はね本当もうね、とにかく女王の足もうやばいし、兄ちゃんのスタイルもやばいし、もう好きな人がね多いと思いますので、この獣耳、この獣耳が本当に可愛いよね。尻尾と耳があるって最高。はい、期間限定で、これなんですよ。コラボ家具がね、入手ということで、これ2位の、蒲田ミスジコラボ衣装、1つ入手すると、なんと今回 SSR 家具が女太鼓を獲得できますと、これやばいっすよね。うん。だからどっち、女王会話ってことじゃなくて、兄ちゃんでもこれがゲットできるんだね。うん。まあ一応、いつもだったら、まあ、前回のね、ゼロコラボとかだったらね、特にここまではなかったんですけど、今回は、SSR 家具までがね、おまけとしてついてくると。いや、これめちゃめちゃ置きたくない？これ巨漢に置いたら存在感やばいし、いつでも拝めるんでしょ、この感じをね。あ、でもちょっと衣装違うのかな？足こんな感じじゃん？で、なんか黒ガーターがない、生足になってんのかな？はい、といった感じなんで、待って、これはね、嬉しいよね、本当に。で、こちら、イベントタスクが、霧の国の謎を解き明かせ、ゲーム内イベントに参加してタスクをクリアすると、コラボアイコン、コラボアイコン枠がコラボ落書きなどの、豪華報酬を入手できますと。はい、来ましたね。まあ、やっぱエコゲンで買えないって人にとっても、今回のコラボに参加したっていうね、記念になるね、こちらの無料分なんで、1月18日から2月8日までね、こちらをゲットできますと。コラボアイコンはめっちゃアイコンいいな、これ。最高じゃん。この凛々しい感じで、しかも落書き、めっちゃ可愛い。これ女王使いの人最高なんじゃないかな。これコラボアイコン枠、わーかっこいいな。だよね、こういうのもね普通にね限定になるので絶対欲しい。てか こっちの方がなんかあれなんじゃないかな、ね、第1弾でしかゲットできなさそうな気するけどね。うん、この無料分は絶対回収しよう、マジで。衣装とかは全然復刻あると思うんで、こちらの無料分も復刻するんかな。アイコンね、兄ちゃんの方も超可愛いし、兄ちゃんめっちゃ可愛いし、落書きも本当に可愛いで、アイコン枠も、このようにあると。マジか、えぐ、めっちゃ可愛いね。まあこれもねさっき言ったんですけど、これね、タスクをクリアするだけでね、ゲットできますと。はい。そして、さっきのね、SSR 家具についてね、こちら、三辻様の、本家様の、設計についてね、動画がありますと。そう、フィギュアがね、これ買えるんですよ。
確か。とても嬉しく思っております。そうで、このフィギュアの詳細については続報があるみたいです。うん、かわいい。顔がちょっと血の女王は非常にエレガント、ね、ちょっと幼いけどエレガンスだ。わあ、すごい世界観。なんかビプランで鎌田先生バルクで草って書いてたけど確かにバルジっぽいな衣装が。うわあ、こういう世界観マジ好きだわ。スチームパンクって感じ。もう本当芸術家って感じしますよね。まあこれはね、マリー好きはちょっと家に置きたくない、これ。いやー、お、こっちは、あ、これワンチャントレイシーかな今の。さあこれはね、ちょっと詳細が気になりますね。はい、そして、第2弾第3弾にね、登場するキャラクターがね、こちらの PV でほぼね、予想できるということで見ていきたいと思います。前にもね考察動画出したんですが、はい、この時点で今もう雲がね、雲糸丸めてたからね、第2弾で、登場する可能性がねかなり高いかなと思われますと。いやー、クモちゃんどうなんだろう。あ、でこちらね、傭兵が映ってますね。そして探鉱者もね、映っていますと。でこちらの見る感じに、かなりね登場の確率が高いと。でここのね部分で、この場面で出てないキャラクターに関しては、まあ第3弾になるのかなとね、予想されております。いやー、世界観最高。これですよね、このスチームパンク。いいですよね、本当に。かわいい。めちゃめちゃかわいい。で、さっきね、PV にあったようにね、こちらの画像にも、予想されるキャラがね、刻まれておりますと。で、こちらさっき見えたクモちゃんがね、こんなとこにいますね。で、これも傭兵が、まあ、いたり、はい、傭兵とかね、まあ、トレイシーもね、いたりね、PV にいましたが、で、さっきのね、動画にいない感じだと、ね、これガラテアなんだよね。ガラテアとか機械技師は一応いなかったかな。うん。で、調香師、はい、これはもうがっつり調香師だね。うわー、調香師本当に人気というか、コラボ相手に好まれるのかなこのキャラ自体が。うん、傭兵調香師はね本当になんか、好まれやすい傾向で、こちらのね探鉱者の、うん、こんなのがあったり、これはもう PV に出てたから、もうほぼ登場間違いなしなのかなってねって感じですね。はい、あのマリーとか、アニーちゃんもね、この辺に、あ、ここに機械技師いた、うん、ここかな。はい、いやー最高だね、マジで。でこんな感じでね、別の PV でもね、もう技師ちゃんはもう、がっつり映ってるんで、まあ、機械技師は第3弾になるのかなっていうね感じですかね。ここまでご視聴ありがとうございました。今回は、鎌田光司コラボの、第1弾から第3弾まで予想したりなどね、アイテム、詳細解説しました。まあ今回の動画でね、ちょっとでも気になったって方はね、ぜひね、まあ、弟子玉でちょっとゲットしてみたりしてみてください。また最新情報を出していきたいと思いますので、気になる方はぜひ、チャンネル登録やいいねボタン、そして SNS のフォローよろしくお願いします。いや、もう本当にね、歯が痛くてね、滑舌が悪かったんですが、すいませんでした。いや、ではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。